さあ、で始まりました、むてつチャンネル。さあ、今回はですね、共通テスト英語、非常に難化が騒がれていますが、どのように難しくなったのか、そしてそれはなぜ、2025年からですね、また新しく形式になりますから、どうなっていくのかっていう、その予想について話していきたいと思います。はい、まあ、受けた皆さん本当お疲れ様でした。で、2024年は、まあ、ネイティブも解けない、トイック満点の講師たちも間違う、英検級講師たちも間違うっていうので、まあ、荒れているわけですが、なぜそんなことが起こるのかっていうのをね、話したいと思いますね。では、自分は予想を出したじゃないですか。こういう風に難しくなるよ。そもそもまあ難しくなるよっていう話をして、なんで難しくなるの ?2023 年去年難しくなったんだから、24年は簡単になるんじゃないのって思った人たちがいるんですが、いや、私は難しくなると予想しましたね。その理由は簡単で、難化っていうのはですね、問題が難しくなるわけですが、受験生たちのレベルも上がってしまったら、それは難化にならないわけですね。受験生たちのレベルが上がってくるっていうのを共通テスト側は知ってたわけです。2023年の問題で勉強してきた人たちっていうのは、2023年の対策をきちんとしてたら、そのままのレベルのものをやってもすごい低いレベルの問題になってしまうわけです。だから上げるしかないんですよ。で、リスニングは一定数できない人がいるので、どうやっても聞こえないって人がいるので、でもリーディングはほとんどの人がちゃんと対策すれば伸びちゃうんですよ。だから難しくするしかない。いい点取られてしまったら困りますから。だって難関のね、東大とかさ、一橋、京大とかさ、ああいうところの一次試験としての役割を担っているわけだからね。だから難しくしてくるっていうのはもう予想通り。で、難しくする仕方っていうのは、まあ、やっぱ予想通りになるわけです。で、なんでわかるのかって言ったら、それは受験の問題とトイックの問題です。まあ、いわゆる4技能試験型ですけど、ずっとやってきてるからですね、自分自身は。で、受験生の時代もセンター試験の過去問も全部解いたし、共通一次のやつもね、古本で探して解いたりとかしてたぐらいで、ずっと解いてる。で、もう大学生になってからも講師になりましたから、大学入試の問題ずっと解いてるし、トイック講師でもあるから、トイックの問題もずっと解いてるわけですよ。そしたら、見えるんですね。どういう風に変化させるかっていうのが。大学入試っていうのはやっぱ人生かかってくるので、日本人ね、死ぬ気で対策してくるんですよ。だから英検がね、変わるじゃないですか。英検っていうのはもう分かってたわけですよ。ここが簡単すぎるとか、あ、ここが穴でやるとかね、システム上これは対策されるぞって。4技能入試っていう時あったじゃないですか。4技能に入りますってなった時に、これ死ぬ気で対策されちゃったらとんでもないことになる。これはね、実はトイックでもそうなんですよ。もしトイックが4技能入試に使われるってなってたら、とんでもなくトイックも変わってたと思いますよ。で、英検が実際ね、今4技能入試のメインなんで、攻略されちゃってるわけですよ。受験生たちにバンバン高得点出ちゃってますね。それ変えるしかないです。こういう風に試験っていうのは変えていくものなんですよ。だからトイックもどん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 レベル上がってますね。それに対して受験っていうのはですね、一気に攻略されちゃうんですよ。だから僕はこの10年とかのトイックのこの変遷を見てて、それをただただ共通テストに当てはめただけです。こういう風になるだろうっていう予測をしただけです。だから十何年かかる進化ですね、トイックの。それをこの数年で共通テストはやってるだけなんです。トイックで起こった変化をただただ共通テストに当てはめて言っただけなんです。そしたらそれが見事に出たっていう感じです。だから次の年もまあ新形式だけど、ある程度はわかるわけですよ。このトイックが行った変化をまたここに当てはめればいいだけなので。じゃあどういうことなのか。まず、はい、分量を増やすっていうのをやりましたね。まあこれが一番手っ取り早いっていうふうに私言いました。そう、英語のレベルを上げられないんだったら読む量を増やしゃいい。簡単な話です。でももともとね、5000語、500語ぐらいだったわけですよ、最初の共通テスト。で、それが6000語、6000語っていうぐらいできて、で、今年は6300ですから、はい、だいぶ増えました。で、ページ数も40だしょ?もう印刷するだけで大変だったんですから。というふうに分量を増やしました。で、ただただ分量を増やしてもダメなんですよ。分量を増やして、読むところをバラバラに出すっていうですね。このテクニックです。順番通りに答え出てきちゃうと簡単に攻略されちゃいますから。ね、だから英検ってそういう風に攻略されちゃったわけじゃないですか、リーディングでね。で、絶対答えをばらけさせてくる。いろんなとこ見ないと答えが出ないっていう風にしてくる。で、だから 2年前、2022年に照らし合わせをめちゃくちゃ難しくした。で、2023年に推測をめちゃくちゃ難しくした。そうだ、この照らし合わせと推測っていうのがもう、まあ、トイックの醍醐味なんで、トイックのリーディングの醍醐味なんです。だからそこをトイックでも出ないレベルの照らし合わせや出ないレベルの推測をぶち込んできたわけですね。で、2024年はやっぱりそれよりはそのもう悪問だろって言われるほどのものは出さなかったです。でもやっぱり照らし合わせは難しいし、やっぱり推測は厄介でした。で、予想通りちょこっとここは下げて、その代わり量が多くていろんなとこ見なきゃいけない、バラバラだって
っていうのでやってきたわけです。だからここで共通テストの予想問題のねパックね、桃パックとか白パックね、見たんですけど今年はね、これじゃ簡単すぎるって言ったんですよ。共通テストはこんなに優しくないからって言って、まあ高校で授業とかしてますから、そこで言ったわけです。こんな風にはならない、もっとバラバラに出てくるから時間はもっとかかる。だから案の定予想通りですね、めちゃくちゃ難しかった。でじゃあトイック満点講師たちもなぜ取れないのか、予備校の先生たちで取れないですよ。取れないのが普通ですよこれ。まあ推測が難しすぎるっていうのもあるし、時間がかかりすぎ、だってネイティブ80分で終わんないんだから、それもう成立しないだろうと思うけど、あもちろん言い換えもたくさん出てきましたよ今回。やっぱり言い換えがっつり言い換えられてましたね、本文の表現が選択肢に。ただまあね、言い換えはね対応できる人が多いんですよ、そこまで難しくない。トイックと比べたらまだです。言い換えに関してはまだレベルがそこまでいってないんで、まあもしかしたら言い換えがもっと難しくなるかもしれないですね2025年は。でだからトイック満点たちはそこは攻略でできるんですが、推測がやっぱり無茶ですね。共通テストの推測はトイックの推測を超えてます。なんだかんだでトイックは納得いかねえなーと思いつつも、まあここにこう書かれてるからそうだよねって感じなんですが、共通テストでやっぱ言い過ぎ感がやっぱすごいね。前回も今回もね消去法でまあこれしかないかなみたいな感じでしたけど、いややっぱやりすぎ感がすごい。ただ引っ掛けはまだまだなんで、引っ掛けがトイック並みになったらもっと難しくなります。トイックはもっと古速です。引っ掛けはもちろん全体的な英語のレベルもトイックの方が高いですからね。そして第5問ですね。まあ、鬼門と言われたところですけど、めちゃめちゃ難しかったっていうのは、まあ、いわゆるストーリーものです。これはまあ、東大英語だったりとか、昔のセンター試験なんかでもね、よくあったやつですけど、人の心情とかさ、ちゃんと見抜かなきゃいけないとかっていうやつですね。登場人物と、その登場人物の関係性を掴んで、行動、発言からその心情を見抜くっていうのは、これめちゃくちゃ大変なんですよ。この読みってね、相当難しい。で、東大受験生、過去問とかやってる人は慣れてるはずなんで、だから取れるんですけど、他の受験生には相当きつい。改正とか、灘とか、つくこまとか、ああいうところって小説の問題出るんですよ。英語でね。だそういう訓練をしてきてる人たちが取れるって感じでしたね。だエリートたちが取ってくるような問題です。でもトイック満点講師たちあんまエリートいないんで。だそういうのでは難しいかなと思いますけど、まあ僕は受験やってきましたから、大学受験の問題をずっと解いてきてるんで、はいはいはいって感じでしたけど、やっぱ難しいよね。それぞれの登場人物がよくわかんない。関係性もなんとなく分かったけど、それぞれ誰が誰だかみたいになっちゃうね。っていうので、まあ難しかっただろうなと思うし、しかも順番に並べろっていうね、そのさ、答えの根拠順番通りに出てこない、出来事がバラバラに並べられる、これ厄介なんですよ。でこれがね、まあまあケンブリッジ英検の CPE って昔結構こういう問題あったんで、その段落を並べる問題ってあって、過去未来現在がぐちゃぐちゃになってるとかね、そういうので順番通りに並べてもダメ、回想シーンが出てくるとかっていうのですごい厄介だったんですけど、やっぱこういうことやってきたんだなって思いましたね。ヒントはちゃんとあったんだけど、いや見つけるのめっちゃ大変です短い時間内で。で 6A6B とかがトイック満点の人たちにとってもむずい、ネイティブにとってもむずい。もちろん3とかもね、第3問とかもちょっと厄介だったと思いますけど、まあトイックからするとまあ慣れっこみたいな感じでした。だから 1,2,3,4 もやっぱり照らし合わせとかいろんなところに散りばめられてめちゃめちゃめんどくさい、まあめんどくさいです。その意味ではまあやっぱむずいね。 5,6 以外もむずいって、こうしないと攻略されちゃうからですね。去年の問題と同じレベルの問題が出てきちゃったらがっつり取られちゃうからですね。だ去年もむずかった。でも去年は大問6だけだったからむずかったのが、だ今年はもっといろんなとこで難しくしてくるだろうっていうのは予想だったんですよ。じゃあ2025年どうなるか、新形式ですが、やっぱり書かれたことから全く書かれてないことを推測で出さなきゃいけないってやつですね。まあ今回ありましたね、ツアーがあって、そのツアーの感想があって、全くツアーの感想の出来事は書かれていないのに本文からそれを推測しなきゃいけないっていう問題出ましたね。1段階超えた推測っていうやつなんですが、これトイックの、まあ毎回僕終わったら感想動画出してますけど、あれで言ってることです。全く書かれてないけど、こういうイベントがこれは行われてたってことは、こういう感想を持つ人がいるよねっていうやつ。これが何問か出てきてたんで、ああこのパターンだな。でこれもう GTEC とか TEEP とか、ああいうところがやりたいことなんですよね。で4技能試験がやりたいことなんですよ。で TOEIC が2023年からちょこちょこ出してきてるんですね、これをね。だから全く書かれてないけど、まあそこにこうやってあるってことは、これも言えるよねっていう問題が登場です。でこれ系統が2025年は絶対出てくるだろうなって思ってますね。今までのこの難関のさせ方は踏襲しつつも、そのパターンが鍵を握ってくると思ってます。で
さらに難化させるのであれば、言い換えをもうちょっと難しくする。単語が簡単でもできますから、もっと難しくする。で、引っ掛けの選択肢を巧妙にする。この2つですね。これがトイックばりに難しくなったら、とてつもなく難しい試験になりますね。まあそれによってね、まあ日本人の英語力底上げするのもある意味の目的になってますから、まあこれを英語力というのかわかりませんが、はい、こういう風になるんだろうと予測します。はい、皆さんはどう思われますか？はい、ぜひコメント欄でお聞かせください。まあ僕はやりすぎだと思ってますけどね。それだったら英語もうちょっと難しくしてくんないって思うんだけどな。はい。ということでした。皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。テキポーチェン。